はい、皆さん、こんにちは。これらはね、私が今現在主に使っているアップル製品ですけどね、まあこういうふうに、ね、集めてみると、まあ結構たくさんあるようでいて、絞られていたりもね、するわけですけど、で、今日はね、この中からね、一番気に入ってんのってね、どれかな、なんていうのをね、改めて考えるのと、あとはそれぞれのカテゴリーで、まあそれぞれどんな感じか、位置づけはどうなのか、みたいなね、ことをね、まとめていきたいと思っています。はい、ということで、まあこういったテーマでいろいろチェックしていて、一番気づいておっと思ったのはですね、iPad の使用時間です。まあここ1週間の1日平均で言うと、iPad mini がなんと4時間26分使っていまして、で、そして iPad Pro についてはね、もう少し少ないんですけども、まあそれでもね、3時間2分ってことで、まあこれ合わせるとね、1日平均7時間28分ということでね、まあいかにね、iPad を使っているかというね、ことがね、わかると思います。とにかくね、一般生活に根付いているのが iPad なんじゃないかと思うんですよね。で、対してね、これ iPhone の方はやはりね、もう少し少なめで、これ合わすとね、1日平均3時間37分ってことで、まあこの iPhone 13 mini と 13 Pro、まあ、これそれぞれね、使ってはいますけど、まあこれ iPad の半分ぐらいのね、時間にとどまっているわけですね。で、Mac の方はね、これモントレーにしていない Mac Pro がなんだかスクリーンタイムね、オフになっていたんでね、ちょっと記録が取れてなかったんですけど、まあ仕事の稼働時間で言うと、まあ1日平均5、6時間、長くて7時間という感じでしょうかね。で、まあ Mac の場合には仕事のオンオフが Mac のオンオフとか、まあスリープとかでね、なんとなくスイッチが入ったり切れたりする感じなんで、まああくまでもね、仕事で使っているイメージ。で、iPad については仕事でも使えますし、Mac を使いながらも使えますし、まあ、あとはね、プライベートでも使うということで、まあ、やはりね、Mac での特定用途以外の全てという感じなんで、まあ、おのずからね、使用時間が伸びてきている感じですよね。それで、まあ、各アイテムごとの各機種の位置づけみたいなね、ものをまとめますと、これ iPad につきましては、今ね、iPad mini と2020年の iPad Pro を使ってるわけですけど、で、まあ、2機種のね、住み分けとか用途の違いっていうのはね、意外とアバウトで、まあ、自宅なんかだとね、バッテリーのある方を使うってことで、まあ、使い切った方は充電でお休みみたいなことも多いんですけど、まあ、ただね、やはり iPad mini は非常に機動力ありますからね、まあどんな姿勢でも手持ちで使える軽さ小ささっていうのがあるんでね、まあそのあたりでね、リードしている感じはありますよね。で、仕事なんかでもね、こう持ち出した時に、まあ、この打ち合わせのメモ取ったりするのにはね、もうこのミニのサイズバッチリなんでね、まあこの電子手帳としても使えるということで、まあグッドノートなんか使ったり、まああとはね、エンタメ系も iPhone に比べてね、画面大きいんでね、まあ出先だとこれと iPhone で言うとこっちを使ったりするという感じになるんでね、まあ非常にね、活躍の場が、まあ外出から家までね、広いなという印象でですね、まあやっぱりね、かなり使用時間が長いですね。で、こっちの iPad Pro の方はね、これはね、不満がまあない iPad なんですよね。で、まあ確かにね、これ手持ちで言うとちょっと大きいなと思う瞬間もあるんですけども、ただその分ね、画面サイズが確保できるんで、まあスポーツ観戦なんかにもね、快適に使えたりするというところがありまして、まあこの11インチという、まあちょうどいいサイズのね、画面サイズっていうのが、まあ潰しの効く機種としてですね、まあ性能も含めて、非常にね、バランスのいいものとなっているのかなというね、ところですよね。まあ絵を描いたり描画の用途っていうのがかなりね重要な人にとってはもうねプロ一択という点もねあるんじゃないかと思います。まあ私はね1台に絞るとしたらミニにする可能性が高いですけども、まあ多くの方にねおすすめできるとしたら、まあ iPad Pro の11インチの方かななんていうふうにはね思いますよね。やっぱりね潰しが効くかキャラが立ってるかというね、まあそのあたりの違いは出てくると思います。で、お次ね、Mac ですけど、Mac については、まあ仕事用途って意味では故障に備えて2台体制っていうのは基本的に変わらないんですけども、この Mac Pro については、まあ YouTube 用の動画編集を中心として1年半前ぐらいにね、購入していますけども、まあその間ね、かなりやはり快適に使えてね、購入したことはね、非常に満足しています。ただね、昨年の秋にこちらの M1 Max の MacBook Pro が出ましてね、で、これがね、もう性能的にはデスクトップ並みになっちゃったことでですね、
まあ、結構ねこの、まあ、性能処理性能なんかでいうともう Mac Pro に引けを取らないぐらいのねものになっていまして、まあ、一部ではね上回っちゃうぐらいの性能なんで、まあそれまでの MacBook、まあ、M1 MacBook Pro なんかも含めて、まあ、ちょっと物足りなさがあったのがね、今回の14インチの MacBook Pro はまあ物足りなさほとんどないというねところで、まあ、にもかかわらず持ち歩きもできるこの14インチっていうサイズが、まあ、16インチよりも画面がちっちゃいんですけど、13インチよりも作業領域ね、広がったということで、まあ、それにビデオサポートの強化なんかもありまして、まさにね、両立機、潰しの効く MacBook となっているわけですね。まあ、もちろんね、この Mac Pro の方は増設した SSD とかの関係もあって、過去データが結構入ってるんでね、まあ、冬場だからこっち使ってることもありますけども、まあ、あとはまあレンダリングの、ね、種類によってはね Mac Pro の方が早い場合もあったりするんで、まあこの作る動画によってね使い分けてる部分はありますけど、ただまあ夏場なんかのねエネルギー効率も含めて考えるとトータルではねやっぱりまあこの Mac Pro っていうよりは、まあ、1台にしなきゃいけないんだったら MacBook Pro 14インチの M1 Max のになるのかなというね感じですよね。はい、で iPhone については、まあ、先日 iPhone 13 mini にね、メインキーをまあ決めましたという動画も上げています通り、まあ、メインキーはもうね iPhone 13 mini なんでスクリーンタイムでもねだいぶ差が開いております。ただまあ条件としてねこの iPad mini と組み合わせて使うというのが一つあるんでね、まあ、この画面サイズが必要な場合にはもう iPad mini を使うという、まあ、そういう感じなのがまあ自宅でも、まあ、外出先でもあるのかなというのはねありますよね。でまあ、あとはねこの iPhone、まあ、2台体制敷いてますけど、まあ、私の場合どうしてもねちょっとロケを撮ったりとかねする場合があるんで、まあ、そういう時にはまあ iPhone2 台あった方が、まあ、バッテリー面とかね、まあ、お互いを撮る場合もあるんで、まあ、どうしても必要になってくるという、まあ、特殊事情もありますけども。で、まあ、あとはねカメラについてはね、まあ、この確かにね望遠がなかったりライダーセンサーなかったりするというのはあるんですけど、まあ、ただまあ使ってみて思ったのはねこの iPhone 13 mini でも、まあ、この特定の条件を除いたら、まあ、ほぼほぼ日常で撮れる写真っていうのは、まあ、遜色ないのかなというねイメージでね、まあ、13 Pro でしか撮れない望遠を使った写真っていうのは撮れないですけど、ただまあ薄暗い場所なんかだとねその望遠もまああんまりうまく撮れないこともあったりするんで、まあ、日常って観点ではプロでなくてミニで十分な感じはしますよね。まあ、カメラみたいな位置づけになりつつありますけども、ただ2台使いっていうのはまあ一般的にはねそんなに多くの人がやるわけじゃないですし、まあ、あとは iPad をね併用しないという方もね、まだまだたくさんいらっしゃると思うんで、まあ、1台に絞るとしたらやはりねミニではなくて13 Pro の方をねお勧めするという感じで、まあ、やはりね潰しの効く機種1台っていうのはね13 Pro じゃないかと思います。はい、そしてお次はイヤホンヘッドホンです。まあ、AirPods 関係っていうね、ことになりますけど、まあ、私が主に使ってるのはこの3機種というね、感じになりますけども、まあ、こちらね、AirPods Max と AirPods 第3世代と AirPods Pro というね、形になります。で、まあ、最近ね、一番気に入ってて使う時間が長いのは、この AirPods 第3世代だと思います。でこれはねノイズキャンセリングないんですけどね、まあ、装着の警戒感がいいということと、まあ、あとは結構ね音の迫力が以前のね第1世代第2世代よりも良くなったんでね、なんかね、とっても気に入ってね使ってるんですけども、まあ、ちょっとねノイズキャンセリングを重視しない生活になりつつあるっていうのもありますよね。でこの AirPods Max については、まあ、お値段はしましたけど意外と使っていまして、で特にねなんかねベッドの中でね動画とか音楽聴きながら、まあ、ちょっとね寝そべるのに使うんで、まあ、毎日、まあ、最低1時間は使ってるという、ね、印象ですよね。まあ、iPad と使うことが一番多いという感じですね。まあ、Max はね、思ったよりも結構ね、使っていますね。ほぼ毎日使ってるでしょうか。で、逆にね、この AirPods Pro が使用頻度下がっちゃいましてね。これがね、まあ、残念ながらぶっちゃけあんまり使ってないというね、位置づけになっていますけど、っていうのもね、このキャラが立った AirPods 第3世代とか MAX とかが2つあると、まあ、ちょっとね、この潰しの効く万能選手なんですけど、少しね、やはりそこの狭間でね、使わなくなっちゃうというね、ところもありまして、まあ、もちろんイヤホンでノイズキャンセリング使いたいときは AirPods Pro 一択なので、まあ、この潰しの効く1台って意味ではもうね、この AirPods Pro をね、おすすめしたいところですけども、まあ、ちょっとね、音がね、残念ながら2年ぐらい経ってきていて、まあ、その後出たね、AirPods 第3世代の方が迫力のある音になっちゃったなんていうのもあるんで、
まあ、なんでね、私が今気に入ってるイヤホンっていうと AirPods 第3世代になりますけども、まあ、第2世代の AirPods Pro にね、ちょっと音質面では期待したいところでしょうかね。で、Apple Watch についてはですね、まあ、ぶっちゃけまあどれが気に入ってるとかなんとかっていうのもあんまりなくて、まあ、シリーズ7使うようになって4ヶ月というねところですけども、まあ、Watch って基本的にはね、空気のような存在なんでね、まあ、iPhone ライフを、まあ、これ、ふわっと快適にしてくれるというものなんで、まあ、もちろんね、このシリーズ6と7どっちがいいですかと聞かれたら、シリーズ7をね、おすすめしますけどね、まあ、充電速度がね、速くなったりとかね、画面が少し大きくなったという点以外は、まあ、そんなに実感として新機種を使っているような印象は、まあ、薄いというのも、まあ、ぶっちゃけあるでしょうかね。はい。で、お次はね、スピーカー、まあ、ホームポッド2機種になりますけど、これね、先日別の動画で話したことありますけどね、まあ、私の場合にはもうね、ホームポッドミニ一辺倒になりつつあるってことで、まあ、ちょっとね、この初代のホームポッドはあんまり活躍の場がなくなってますよね。で、何がいいってね、このホームポッドミニの方は、少ない音量での調整幅が広くて、まあ、日本の住宅事情なんかには非常に合ってますしね、まあ、あとはまあ、iPhone との連携なんかもこっちの方が良かったりするんで、まあ、とても気に入っている Apple 製品ですし、まあ、もうね、ミニしか売ってないですけど、おすすめできる製品となっていますね。ということで、まあ、気に入っているものを絞り込んでピックアップすると、まあ、こんな感じの4つになるのかなっていうところで、まあ、どれもね、新機種というね、傾向はありますけども、まあ、このキャラがね、立ったものを3つみたいなね、まあ、そんなようなね、イメージもありますよね。iPhone 13 mini と AirPods 第3世代と iPad mini という感じで、この MacBook Pro のね、M1 Max 14インチについては、まあ、これはまあキャラが立ってるというよりは、まあ、どちらかというとポータブルなハイエンドというところでね、まあ、この全ての Mac の代わりになっちゃうというね、潰しの効くものという感じで、この中でね、一番気に入ってるのっていうと、やっぱり iPad mini 第6世代なのかなという感じはしますよね。まあ、これの代わりになる iPad っていうのはね、なかなかないですしね。まあ、持ち歩き、自宅、すべてを考えると、まあ、これがね、一番気に入ってる Apple 製品というふうになるでしょうかね。まあ、ただね、多くの方の潰しの効く製品はどれかというね、質問があったとしたら、AirPods の場合にはやはりね、さっき話した通り AirPods Pro になりますし、iPhone の方もね、iPhone 13 Pro になったりで、まあ、この iPad はね、非常に迷うとこですけどね、まあ、自宅中心であれば iPad Pro、 あるいはね、描画なんかも意識した場合には iPad Pro になってくるでしょうからね、まあ、私もちょっとね、これどっちかにしろって言われたら非常に迷うんですけど、まあ、やっぱりね、潰しが効くのはね、この11インチとかですから、まあ、Air のね、新機種なんかもちょっとね、期待したいところでしょうかね。潰しが効く機種としては、まあ、私はまあ、ミニを選ぶ可能性の方が高いです。まあ、てなわけでね、Apple 製品も最近はバリエーションが非常にね、各アイテム増えていまして、まあ、キャラの立ったものっていうのをね、まあ、選ぶのか、まあ、あるいはですね、潰しの効く機種を選ぶのかなんていうね、まあ、そういった観点で、まあ、それぞれのね、アイテムとの相関関係なんかもあってですね、選んでいく感じになりますけども、まあ、ただね、このプロと呼ばれるものについては、まあ、大概がですね、ほとんどの機能をカバーしきっているというね、点では、まあ、潰しの効くものになってるんで、まあ、1台に絞り込んで、なおかつ、まあ、予算があるんであればね、プロを選んどくと、まあ、長く使えるっていうのはね、傾向としてはあるかもわかんないですよね。まあ、ただ私が今現在ね、気に入って使っているものはね、まあ、この4機種になったというね、感じでございます。それで今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。